福島の皆さん、こんにちは。10月の19日土曜日、福神夢の音楽堂大ホールで0歳からのパイプオルガンコンサートをすることになりました。申し遅れました。私、バイオリンの奥村愛です。そして打楽器の小林洋次郎です。パイプオルガンと一緒のコンサートって珍しいよ、ね、やったことないな、パイプオルガンと、うん、どんな感じになるのか楽しみです、ね、ちょっとこれからいろいろ練習したりとかね、うん、するので、どんなことやります？打楽器をね、紹介したり、いろんな打楽器持ってきますので、みんなにどんな音がするのか紹介しようと思います。はい、私は普通にバイオリン弾きますけど、それこそね、パイプオルガンホールに行くとね、見ることはあっても、なかなか実際に演奏を聴くこととか、ね、うん、少ないと思うので、楽器の紹介もしつつ、0歳から楽しめるコンサートにできたらなと思っておりますので、ぜひぜひ。小野助くんも来ます。そうだね、小野助くんもきっと手伝ってくれると思うので、皆さんぜひ、ご家族でいらしてください。お待ちしてます。